BackinEtv。 バルコニー TV 東京支部です。イエーイ。ということで今週のゲストはママのりえさんです。よろしくお願いします。はい、今日は何を歌っていただけるんでしょうか。はい、戦闘ガエルのハーモナイズっていう歌をお届けいたします。はい、それでは早速お願いします。自転車にまたがって腹歌歌って16号線手前の細い路地裏を走ってく戦闘帰りの夜道は心のオアシス光と闇と風のハーモナイズ胸がホロホロそれは小さな小さな幸せさ、でも気づいたなら大きな幸せさ何もなくたっていいんじゃないないがままで歩けばほらこんな素敵な夜空に巡り合う巡り合うよなんとかなるさなるようになるさ僕らの小さな悩みなんてこの空に吸い込まれてくなんとかなるさなるようになるさこの空切り取ってポケットに入れよな喜びさ、でも気づいたなら大きな喜びさ最後の千円札は戦闘に消えてゆくけど一億円の夜空に巡り合う巡り合うよみんななるようになるさ僕らの小さな悩みなんてこの空に吸い込まれてくなんとかなるさなるようになるさこの空切り取ってポケットに入れよう車にまたがって鼻歌歌って一丁並木をくぐればいつもの住みかへ戻ってくもう少しあと少し遠回りしてゆこう光と闇と風のハーモナイズ胸がホロホロ闇と風のハーモナイズ胸がホロホロ バ
ルコニー TV 飯塚しかも空ともすごいマッチしてていい感じでした。あ、嬉しかったな。もういつまでも聴いてられる曲でした。ありがとうございました。あのママノリアっていう名前が気になるんですけど、由来とかってどんな由来？由来はですね、逆さから読むとありのままなんですね、うわすごいでしょ。ありのままの思いをありのままの言葉でありのままに伝えたいと、そういうことで、あのこのママノリアっていう名前で活動をしておりますので、はい、このねギターのこのいい鳴り方とか悪い鳴り方、そういうのも含めてもありのままだと、そういうことでございますね。おしゃれですね名前。おしゃれだし、しかもなんかギターに上手くなるっていうシールが貼ってある。可愛いですね。これね、ファッションも可愛いし。可愛いですか。ありがとうございます。もうちょっと上手くならないといけないんでね、こういうシールにもちょっと頼んでるところもありのままっていう感じでしょうかね。ありのままいいですね。あの今今日歌ってもらった曲ってどうやったら聞くことができますか。まあ、全国のあの CD ショップに置いてあるっていうのが一つと、はい、それから iTunes ですね。iTunes、iTunes でもあの取れますので、はい、まあ、検索するといろいろダウンロードできるサイトがたくさんあります。あ、本当ですか。はい、じゃあ活動、はい、これからの活動情報もちょっと随時チェックしたいんですけれども、はい、どうやって探したらいいですか。そうですね、はい、ホームページがあります。ホームページ、Facebook があります。 Facebook、はい、あと Twitter があります。 Twitter、この3つが大きいですかね。はい、ここに全部載ってますんで、ママノリアで検索していただければと思います。はい、はい、皆さんぜひチェックしてみてください。それではまた来週、バイバーイ。バイバーイ。バルコニー TV。